こんにちは武蔵野シティニュースの松岡美雪です過ごしやすい季節となりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかさて武蔵野市の市政の動きをお伝えする武蔵野シティニュース今回は10月に市が取り組む子ども子育て応援結果について取り上げますまた番組後半は松下市長の武蔵野だよりをお届けします どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それでは最初の話題です。10月は市の子ども子育て応援月間です。期間中に開催されるイベントをはじめ、子どもや子育てに関連した市の取り組みなどについて、今日は子ども子育て支援課のいか主任にお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 今月は子ども子育て応援月間ということなんですがこの応援月間の目的や子どもや子育てに関連して市が行っている取り組みについてまず教えてください、はい、市では重点施策の一つとして子どもと子育て家庭を切れ目なく支援する体制の確立を掲げ様々な取り組みを行っていますこうした取り組みを知っていただくため10月を子ども子育て応援月間として イベントや企画を通して、子ども子育てを応援する街のメッセージを発信していきます。応援月間に合わせて、今年は特設サイト、子ども子育てを応援する街、武蔵野を解説しました。期間中のイベントや子育てに役立つ情報などを掲載していますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はいえ。期間中具体的にどのようなイベントが行われるのでしょうか。はい。 メインイベントとして、子育てゆりかご武蔵野のフェスティバルを開催します。このイベントは、妊娠中の方や、未就学児を子育て中の方などに、子育ての楽しさや、地域とのつながりを感じていただこうと、市が実施しているものです。10月29日土曜日、午前10時から午後3時まで、保健センターで開催します。地域の保育施設や、 子育て団体などによる実行委員会が企画運営し、さまざまなプログラムを実施します。はい、妊娠中の方、子育て中の方、子どもたち、家族みんなで楽しめるイベントになりそうですね。そうですね。はい、え、番組では今回フェスティバルの企画や運営を行う実行委員会の様子を取材してきました。ご覧ください。9月7日。 子育てゆりかご武蔵野フェスティバル実行委員会が開かれました。保育士さんをはじめ、市内の保育園や子育て支援施設に所属する実行委員の皆さんが、イベントの準備に取り組んでいました。こちらのグループが担当するのは、みんなでアートのコーナーです。フェスティバルで使用するうさぎやぶどう、柿などのパーツ作りを行っています。 当日は参加者にパーツの色塗りや飾り付けなどを体験してもらい、秋の森をテーマにアート作品を完成させる予定です。このほか、遊びの広場や手作りおもちゃコーナーなど、親子で体験できるプログラムが企画されています。実行委員会では、イベントを通して親子一緒に遊んだり、地域の子育て団体とつながることで、 子育てての楽しししさを実感してほしいと考えています。えっとここ最近では子育ての悩みとかを誰かに打ち明けるのが難しい環境だったりとか孤立してしまうご家庭が多い中では私たち地域の連携が必要だと思っていていろんな人と関わって悩みを打ち明けられたりとか 一人じゃないよっていうところで、あのいろんな人の、の保護者の方や子どもとかの支えになれたらいいなと思っています。うん、なんか準備をしている皆さんも楽しそうで,ねそうですね。うん、あのパパやママの輪も広がりそうですよね。はい。はい。このほかフェスティバルでは、どんなプログラムが予定されているんでしょうか。はい、井の頭公園アートマーケットから、パフォーマーの方々を招いて。バイオリンの演奏や紙芝居。 バルーンアートなどを披露していただきます。また、保育園の離乳食、乳児幼児食の展示と実演、子どもの計測や相談、保育施設幼稚園情報の紹介など、学べるコーナーも企画しています。そして、市助産師会による育免ベビーマッサージ、産前産後フラダンス、産後ヨガのほか、公認心理師による一歳児の世界を知ろうなど、イベント講座も盛りだくさんです。 事前の申し込みの有無や方法、当日のスケジュールなど、詳しくは特設サイトに掲載しています。はい、わかりました。え、子ども子育て応援月間は、10月の1ヶ月にわたる取り組みということなんですが、この子育てゆりかご武蔵野フェスティバルのほかには、期間中どんなイベントが開催されるんでしょうか。はい、市内の子育て支援施設で、子育て広場シールラリーを開催しています。 施設など市内8つの施設が対象で1施設につき1枚シールを配布しますので施設の特徴を知って利用するきっかけにしていただければと思います。また10月24日にオンラインで子子ども子育て講演会を開催します臨床心理士の中田洋子さんを講師に「イヤイヤ期幼児期の関わり方つい叱ってしまうを減らしたい」。 をテーマにお話しいただきます視聴を希望する方は10月16日までに特設サイトからお申し込みくださいまた現在市では子どもの権利に関する条例の制定に向けて準備を進めています特設サイト限定で子どもの権利や子どもとの関わりで大切なことなどについて専門家の先生へのインタビュー記事を掲載していますはい子どもたちや子育て中の皆さんを まちぐるみで応援していく、そんなつながり、広げていきたいですね。そうですね。はい今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。子ども子育て応援月間について、詳しくは、司法10月1日号に掲載しています。お問い合わせは、子ども子育て支援課までどうぞ。続いて、松下市長の武蔵野だよりです。 今日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はふるさと納税に関する話題からお伺いします。9月1日から新たにふるさと納税払いチョイスペイの活用が始まったということなんですが、こちらはどんな取り組みなんでしょうか。はい、ふるさと納税制度は応援したい自治体に寄付をした場合。 2000円を超える部分について所得税の還付と住民税の控除が受けられる制度です本市でもふるさと納税制度本来の趣旨を踏まえ令和元年10月から武蔵野市ふるさと応援寄付を開始しています現在3つのサイトで寄付を受け付け約180点の返礼品を揃えています そして今回新たに9月1日からふるさと納税払いチョイスペイを始めました市外の方が本市に寄付をした場合寄付額の3割分を1ポイント1円の電子ポイントとして受け取ることができるものですポイントは市内の加盟店で おお食事やお買いい物などにご利用いただけます現在飲食店など市内12の店舗に加盟をしていただいています。寄付をしてくださった方に実際に店舗に来ていただきさまざまなシーンでポイントを利用していただき本市の魅力をさらに知っていただける機会になることを期待しています。今後もふるさと応援寄付を活用して市の魅力発信や 地域経済の活性化を図っていきたいと考えていますはいこれまでの返礼品とはまた違う形で寄付をした方に市内の魅力を pr していこうということですねはいでは続いて10月23日に行われる総合防災訓練について伺います今年はどんな訓練が行われるんでしょうかはい。 総合防災訓練は首都直下地震を想定し市や防災関係機関地域住民が一体となって災害発生直後の対応訓練を実施し初動体制の充実と強化を図ることを目的に実施しています。今年は3年ぶりに市民の皆様に参加いただける形での開催となります。 10月23日日曜日の午前9時から関前南小学校をメイン会場に避難所の開設や初期消火などの訓練防災関係機関による演習ペット対策訓練などを行います平成23年に発生した東日本大震災では防災上のさまざまな課題が明らかになりました教訓を風化させないためにも 市民の皆様が参加できる訓練を実施し、地域の防災力強化につのげていきたいと考えています。はい、わかりました。では続いて、新型コロナワクチンに関連してお伺いします。オミクロン株に対応したワクチン接種がスタートしましたが、今後のスケジュールなどについて教えてください。はい。 市ではオミクロン株に対して従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに感染予防効果や発症予防効果が期待されているオミクロン株対応2価ワクチンを使用した追加接種を順次行っています。接接接種種種対象はこれまでに2回以上ワクチンを接種しし最後の接種から5ヶ月が経過した 12歳以上の方です市の集団接種ではまず4回目接種の対象者である60歳以上の方基礎疾患のある方や医療従事者などに加え保育所従事者や小学校の教職員などを対象に先月末から接種を開始しました今後の予約接種スケジュールなどは司法や市ホームページ 各 SNS でお知らせしますのでご確認をお願いいたします市は武蔵野市医師会と連携しながら引き続き接種を希望する市民の皆様に安全かつ確実にワクチンを接種するための体制を整えてまいりますはい。まこれからまた寒い季節がやってきますので手洗いうがいなど感染対策続けていくことも大切ですね、はい 本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いて武蔵野市からのお知らせです。第三十八回市民会館文化祭を十月十四日から十九日までの六日間にわたって開催します。学べる幸せ、ともに未来へをテーマに。市民会館を利用する団体の日頃の学習や練習の成果を発表します。 期間中、市民会館を会場に書道やフラダンスなどの体験教室のほか作品展示や公開学習自主企画講座などを開催します。また10月16日には武蔵野スイングホールで芸能発表を行います。スケジュールや申し込み方法など詳しくは市のホームページに掲載しています。お問い合わせは市民会館までどうぞ。 市政志向75周年を記念し、11月3日、市民文化会館大ホールで記念事業を開催します。イベントは3部制で、武蔵野ジュニア合唱団による合唱や、名誉市民の推挙、武蔵野市立第一中学校の吹奏楽部によるコンサートを実施します。また、記念事業に続いて、自治基本条例に関するシンポジウムも開催します。 市では記念事業の参加者を募集しています。詳細は市のホームページに掲載しています。お問い合わせは、企画調整課までどうぞ。いかがでしたでしょうか。今回の武蔵野シティニュース。お出かけにも最適な季節ですが、引き続き感染対策しっかりして、高楽な秋楽しみたいですね。それでは次回の武蔵野シティニュースをどうぞお楽しみに。